どうも、天ぷらです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日はですね、我々がパート気分でやっているトータルテンボスライブツアーの福岡公演なんですよね。ここはもうその劇場なんですけれども、この空き時間の間にいたずらを仕掛けちゃいたいと思いますよ。今日はですね、意識高い系のいたずらを仕掛けちゃおうかなと思いますけれどもまず、この後僕と歌舞伎で、バナナスムージーを飲みながら、はい、藤山のいる楽屋に入っていって、はい、バナナスムージーが美味しい美味しいとアピールします、はい、もうスムージーを飲んでる時点で意識高いですよねでもう美味しい美味しいアピールしますから、はい、もちろん藤山絶対欲しがります、そこで、まあ、すぐに買ってきますよと、はい、パシリを買って出ると、はい、で、同じバナナスムージーを買いに行くと、はい、で藤山に渡すはずのバナナスムージーの中身を、ここは福岡です、もつ鍋に変えちゃいましょうもつ鍋スムージーです。やっぱりね、福岡に来たからには、はい、ご当地の美味しいもつ鍋堪能してもらいたいじゃないですか早速、僕らが飲むまずバナナスムージーもう購入してあります。美味しそう。いくいくら？これ300円ぐらいだったよ。安い。はい。300円で、これまあストローもあります。これでこの後美味しい美味しいと行きます。で、藤山、お買い物頼まれますよね。はい。その藤山のもつ鍋スムージー用の器もらっておきました。早速この中にもつ鍋スムージー今から作っちゃいましょう。こちらにですね、常に温めるもつ鍋がもう用意されてます。おいしそう。いや、おいしそうですね。電子レンジ温めましたからいい匂い。これを今からこのですね、ミキサーでスムージーしていきましょう。ミキシングしていきましょうミキサーでいいんですよ。このようにね、やっぱ近づけたいですから、ニラとかは省きますか。あ、色を、うん、ニラとこの唐辛子は省こう。はいはいはい、この具材はおそらくね、バナナ色になると思うんですよ。問題なくバナナ色になると思いますよ。まあ、ミキシングしますから。ミキシングが引っかかるんだ野菜のね、はい、この水分出ますから、はい、あんまりね、これこのスープはさ、ちょっといいと思うんだよ、はあ、このぐらいかな。このぐらいで十分。ちょっとこの氷もね、一応入れておきますか。スムージー感を、スムージー感とか、こう冷たくしないとね、結局わぁ、あ、でもすごい。ちょっと本当に、ちょっとこれ早くこの中入れたいね、はい、熱いな、熱いからちょっと氷、これ大丈夫か。大丈夫です、はい。
やはり、いや、もつ鍋の匂いだから、はい、こうもつ鍋として嗅ぐとうまいけど、まあまあそうですね、バナナスムージーだと思って嗅ぐと、はい、めちゃくちゃ気持ち悪いよ。一緒。ほぼ一緒。まあまあほぼ。ほぼ一緒ですよ。さあ、これできましたから、これ冷やしておくから。そうですね。今から俺と歌舞伎はこれ飲んでアピールしに行くから。はい、買い出し頼まれたら、はい、その買って戻ってくる時間を計算して、はい、これを。はい。藤山に。わかりました。してください。これを飲んだ後の藤山のリアクションを楽しみましょう。本当美味しいですよ。ここです。うまいなこれ。何それ。本当美味しいですねこれ。スムージー、スムージー、めっちゃ多いよ。めっちゃ美味しい。意識高いから俺たちな。なんだっちゃスムージーだから、今。うまっ。うまいんだよ。どこで？ここの近くで。買ってきましょうか。あ、いいよ。あ、行ってみます。あとでお金で。あ、全然大丈夫です。うまっ。同じのですか？あ、了解です。あ、僕、大丈夫です。僕、大丈夫です。僕、これあるお腹が大丈夫ですか？うん、大丈夫です。あ、お前は聞いてない。あ、すいません。鼻本、鼻本しないでください。ちょっと鼻本。あ、耳で聞くタイプ。あ、耳、いや、耳でしか聞かないタイプです。じゃあ鼻本、鼻本しか聞こえない。お待たせしました。お待たせした。結構遠いだな。もつ鍋大好きだろ。じゃあなんでそんな顔するんだよ。もつ鍋としてストローで飲むもんだから。いやでも300円でもつ鍋さ飲めるとは最悪だろ。金返せよ。なんでよ。俺の飲みたかったやつじゃねえんだよ。ダメだよ、この金はダメだよ。くそや。